はい、8月4日の日にね、行いました運動療法の振り返りをしたいと思います。今週はね、腰周りのエクササイズとストレッチを中心に行いました。まずね、あぐらをかいて、このね、動画のように、前屈、これを、まあ、動画上では 2,3 回でやめちゃってますけど、確か5回ずつで、これ、今、左足が上に乗ってますけど、この後で、今度右足を上に乗せて同じことをやります。ちょっとまあ見てていただいてね。ただ意外にこのね、あぐらが難しい。うん、まあ、こんな感じね。まあ正直ね、前屈は、まあ私の個人的なパターンなんですが、割と得意。うん。ね、こんな感じでね、まあ、しばらく維持してということで、ちなみに言うと、この前屈してる最中にはちゃんと息をすると。これ大事ですね。はい。で、これ足を変えた。で、まあ、実際これ5回ぐらいですね。ここでは、サンプル用に2回ぐらいでやめてますが。はい。で、その後は、なんだ、足の、ひらっていうの?とひらをくっつけて、まあ、なるだけ、膝を下げて、まあ同じように前屈をします。これもまあ同じような感じ。まあできるだけ深くです。はい。しかもゆっくり。息をつけちゃうとかえってよくないんでね。はい、こんな感じでやっていきます。んで、まあこれ何回かやった後で、今度ベッドの下の方にね、手を伸ばすというストレッチというかエクササイズをしますね。より深くということでね。やるかな?やればやるとき、あ、やった。そうそう、こんな感じでね。まあ、床に要は手をつくような勢いでやっていくと。そんな感じですね。はい。で、これが終わったら、その次は、このね、ちょっと、なんていうの、股関節のね、この足の付け根のあたりの筋肉を押しながら前屈します。なんかこれはその、ここ刺激するとより、曲げやすいらしいんで、昔のね、ビートたけしのコマネチじゃないけど、そんなような、まあ、動きで逆パターンでね、こう前に向かって押し下げていくような格好にすると、確かにちょっとね、曲げやすいような気がしました。で、そしたら、その次は、このね、こう手と手を合わせて握ってね、こう組んだ足のね、外回りをずっとこう、撫でるようにしてね、回していきます。これ、いわゆる回旋運動の一種でね、これもまあ腰周りを動かすというね、エクササイズになります。ね、できるだけゆっくりと、この体の線をトレースしていくというのがいいようですね。この辺はね、担当のおじいさんからもね、強く言われました。まあ、これを、やっぱ同じようにね、5回から、まあ10回続けるという感じですね。まあ、無理なくできる範囲でやるというのが、まあ、大事じゃないですかね。で、できるだけ、その、腰を回すようにね、運動というか、何事もそうなんですけど。ね。で、この次は、なんだろう。寝て、スクワットみたいなね、運動をやります。仰向けに寝まして、まあ、これ、こうやってね。足を動かします。これは前にも確かやったと思うんですけど、まあ、この時、その、すり足してる方の足っていうのは、こう足の平の部、平っていうの、土踏まずっていうのが、そのベッドのね、面にするように動かすと。要は、かかととかつま先を上げてやらないっていうね、
ことが一つの重要な形になります。はい、あとね、動画撮影編集にね協力していただける方募集しております。まあ、正確に言うとね、二人三脚で一緒にやっていただけるぐらい積極的にやっていただける方がいると嬉しいんですけど、まあそんな感じでね、またね動画投稿しましたらよろしくお願いします。本日はありがとうございました。